じゃあね、動画と以下についてまとめてみましょうか。と、僕たちの生きている細胞の中で行われる化学反応全体のネットワークを代謝っていうんですよ。で、その代謝には同化と異化があって、同化っていうのは小さい、分子量が小さくて単純な物質から分子量が大きくて複雑なものを作る反応、それを同化って言うんです。で、逆は異化。これだけでね、もう8割方 OK なんだけど、と、例えば小さくて単純なものって何がありますかっていうと、小さくて単純なものは、例えばね、生物に出てくるのは CO2、二酸化炭素とか NH3、アンモニアとかね。じゃあ大きいものって何がありますかって、大きいものはグルコース、ブドウ糖だね。 C6H12O6。 え、なんだこれね何これってやんなっちゃうね、あの覚えにくそうってね。でもさ、これグルコースなんだけど、 CO2 に比べてなんか大きくて複雑そうってのはわかるでしょ。あとはタンパク質、タンパク質はなんかちょっと簡単そうですね。家庭科でやりましたって。タンパク質簡単そうだけど、タンパク質書いてみましょうか。タンパク質書いてみると、ね、いろんなところを超省略して書いてみると、ね、書ききれませんね。書ききれません。書ききれません、タンパク質ね。100個、200個、わーっとずーっと続いてきますね。書ききれません。めちゃめちゃ複雑ね、タンパク質。めちゃめちゃでかい。ね、めちゃめちゃでかいって、めちゃめちゃ複雑。ね、で、タンパク質って実は、ちょっと細かいけど、アミノ酸って物質が繋がったもので、アミノ酸っていうのをちょっと書いてみると、アミノ酸。これがアミノ酸。ね、アミノ酸って、まあ、ちょい複雑だね。ちょい複雑、やっぱりね。ちょっと複雑ね。アミノ酸。ね、例えばね、植物なんていうのは、無機物からアミノ酸を合成できる。これ植物。で、動物、我々は普通は、植物が作って、無機物から作ってくれたアミノ酸をつなげて、タンパク質にしている。この矢印も、同化って言うんですよ、ね、僕たちは無機物からアミノ酸を作ることはできないけど、中途半端に複雑なアミノ酸をつなげてめっちゃ複雑なタンパク質を作ることができる、ね、だから我々も多少なりながら、ね、多少なりとも同化を行っていることになります。矢印がこっち向きだったら全部同化って言うんですよ。こっち向きに反応が進む場合、その反応を同化って言うんです。で、逆向きに進む場合を異化って言うんですよ。異化の代表例は炭水化物を分解してエネルギーを得る呼吸。呼吸なんてね、炭水化物であるグルコースを酸素を使って分解して無機物に変える。その過程でエネルギーを取り出す。エネルギーが放出される。これは呼吸。同化の代表例は光合成です。 CO2 とか H2O、 超単純なものから炭水化物のような複雑なものを合成する、光合成。エネルギーを吸収して行います。こんな風に呼吸と光合成で見ればすごく分かりやすいんだけど、同化っていうのは一般的にエネルギーを吸収する反応です。吸収して行う反応です。異化反応っていうのは大抵エネルギーの放出を伴います。ポイントね。じゃあ我々ね、我々生物、人ね、我々は どうでしょうかね。我々は小さくて単純な物質でしょうかね。それとも我々は大きくて複雑な物質でしょうかね。我々はね、我々はこっちですね。大きくて複雑なものでしょう。ね、我々の細胞の、ね、主成分の一つはタンパク質でありますから、我々は大きくて複雑なもんですよ、ね、僕たちの立ち位置をこっちにすれば、ね、同化と異化、ね、
我々と同じにしてあげる、ね、どうか、ね、我々と違くしてしまう以下、ね、このネーミングもね、なんとなく納得ができるかと思います。こんな風に以下とどうか、ね、ちょっと紛らわしいけど、ね、しっかりマスターしておきましょう。